Oh, who is it? Oh, shit. Ta-da! I am signing very important documents today because... They might crack your neck and... I might die today. We don't know. It's basically, it's like a liability form. It's like they don't take any responsibility if I die. It is. It's actually not. No, it's actually not that at all. Let me clarify. It's just like talking about your ailments and things like that. It's all in English. It's in English. So it's super easy to read. So I guess that means that anybody can come here, even if you don't speak Japanese, which is awesome. Yes. I don't know if we said it. This is Shizuka getting her first ever in the world chiropractic treatment. I'm really excited though, because I've never done this before, and I'm pretty sure I have really messed up shoulders. Okay, let's seitai. So Mayo is the link to this, so that's why I just need to get this. I've never cracked my back before. It's never cracked. Ever. Oh, it will today. Oh no. Honey, What? Yeah. This is gonna be nice though. 副院長が来ました。はい、どうぞ。はい。失礼します。じゃあ今日の副院長、はい、で今日静香は初めて整体受けるっていうことなんでお願いします。はい、お願いします。まずちょっとドキドキするんですけど、本当ですか？そう、なんか痛いのかなとか、ね。僕はあとは副院長は。バレー選手だったんで。そうなんですか。バレーもやってました。ハイキューっぽくちょっと。ハイキューっぽくってどういうことですか。なんかやってくれるんですか。なんかバラエティー。OK。それ今ちょっと怖かった。カメラ危ない。じゃあ、30分コースやるっていうことで、はい、お願いします。お願いします。じゃあ座ってください。はい。カイロプラクティックは初めてですよね。初めてです。マッサージも行ったことないですか？は、海外で。あ、なるほど。ですけど、はい、フィリピンとか。肩こりですね。肩はすごい昔から凝ってる。どっちが強いとかありますか？どうも。同じぐらいかなと思います。触ってももうカチカチです。はい、カチカチ。ちょっとストレッチしようとしてるんですけど、はい、まだ結構凝ってますね。わかりました、はい、頭痛は頻繁ですか？最近ちょっと良くなってきてるんですけど、片頭痛なんですよ。特に疲れてる時とかに出てくるんですけど。そうなんですね。運動はしますか？運動はしてますね。そこまでジムとかは通ってないんですけど、たまにランニングとか、家でちょっと運動する。なるほど、はい。そんなにスレンダーだからすごい運動してると思います。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと姿勢をチェックしていきますね。はい、ありがとうございます。じゃあまっすぐ見ててください。手を下に下ろします。じゃあ前にお辞儀をしますね。そうです。もうちょい行きます。そうですね。OK です。で、頭を下に下ろしちゃってください。そうです。これ痛いところ今はないですか？痛くないです。痛くはない。腰痛って出たことないですか？ないです、ね。ないですか？ちょっとだけ。腰が今のこの状態でカーブしてます。右に若干。なるほど、うん、ちょっとだけなんだよね。ちょっとこっちまで起き上がります。で、本当は、まあ、さっきこうちょっと肩が中に入ってしまっていると言っていたんですけど、ちょっと失礼します。ここが本当はもっとグッと本当は入っていく部分ですね。でもすごくここが硬くなってしまっていて、正しい姿勢を取りづらくなっています。なるほど。そうなんですね。ちょっと、うん、ね、入っちゃう。そうですね、うん、そこの前側の筋肉と後ろの筋肉のバランスもおそらく悪くなっていて、まあ、つき方というよりついてる量というよりは硬さです。柔軟性の問題で、こっちの筋肉がすごくこう内側に入ってしまっているのを
まあ、支えるためにすごく筋肉が頑張ってくれてる部分ですね、はい、なのでもうちょっとこっちがやっぱもう肩こりの原因にはなってくるんですけど、もうちょっとこの辺の筋肉が柔らかくなってくるとしっかり後ろに引くための力が発揮できると思います。じゃあ、さっきの傾いてるのにちょっとつながるかと思うんですけど、はい、こっちの手とこっちの手は、はいはいはい、届くんですけど、はい、でも、うん、なぜか逆は、うん、できないんです。そうですよね今日整体やってちょっとこれは良くなったりする、うんうん、変わるかもしれないですね。ちょっと頑張ってみます。わかりました、お願いします。じゃあ上向きに寝てください。はい、Yes, I'm gonna fix it. ストレッチはします？してるんですけど、硬いところがあって、毎日ちょっと伸ばそうとしてるんですけど、結構硬くて。そうなんですね。押した時に下に沈んでいく感覚、まあ、関節が動く感覚があるんですけど、それがすごく少なくなってしまっていて、だいぶ固まっています。左に比べて右の方が硬いです。お、左右差ありますね。このまま筋肉ほぐしてから、ちょっとほぐしてから矯正をします。はい、お願いします。はい、これ痛いですか？まだ大丈夫。まだ大丈夫でもね、うん、あ、痛いんだ。普通のマッサージよりは痛い。気持ちいい。気持ちいいです。ストレッチポールとかご存知ですか？分からないです。なんか後でお見せしますね。ストレッチできる、あ、棒みたいなやつなんですけど、ポール状の。それはすごくこう背中が伸びるのですごく適してます。すごいくすぐったいです。くすぐったい。なんで？こっちも？そうですね。こっちも。こっちもすぐったい。日本語でなんて言うんですか？中殿筋。あ、中殿筋。そう。うん。グルディアスミリアス。グルディアスミリアス。マクシマスはよく言う。中殿筋。It's ticklish.よし、じゃあ矯正していきます。こっち向き、こっち、うん、ちょっと体を動かすので楽に力抜いてください。 Are you ready? I don't know what's gonna happen right now. I also might have makeup all over my face. I'm not sure. Am I good? Okay. Oh God. 大丈夫でした。大丈夫です。よし、じ
じゃあ今度は逆向きで、ね、反対を向きましょう。はい。お母さんも普通、普通みんな笑うんですか？でも自分も笑いました。Did you laugh? Yeah, that's funny. It's just so unexpected. Oh, that is such a weird feeling. Cracks really hard. 起き上がってください。起き上がったらベッドをまたいで座ります。背中を矯正していきますね。また行く気ってなるかもしれない。うわやります。そうですね、目の前で手を置いて、ちょっと後ろから押すので楽に力を抜いてください。はい、ほんのちょっとしかやってないんですよ。おー、怖いな。びっくりした。大丈夫でした。大丈夫です。 Did not know that was gonna happen. じゃあ今度両足を上に上げて、そうです、膝を曲げといてもらってもいいですか？はい、はい、で胸の前でもう一回手を組んで、ここで持っておきますね。枕を顎で挟んでください。その状態後ろにコローンと寝転がります。一回寝ちゃいましょう。そうです。なんかおー、オーマイガー。もう一回近づいて。 OK。 おー、オーマイガーシ、すごい音した。 That's crazy. I can feel itLike reverberate through my body when that happens. ちょっと楽にしますね。よし、そしたら仰向けです。上向きになりましょう。This one is really relaxing. For now. What? Don't say that. 首の状態はどうですか？硬いです。Yeah. Got super tight shoulders and neck. やっぱ背中が丸くなっちゃうので、頭も前に倒れやすくなっちゃってて、本来こうやって反ってる。湾曲があるんですけど、まあそれは少なくなってると言わないけど、でもちょっとやっぱり前に傾いて固まってるような感じ、筋肉が。動かします、関節。Oh, oh my god! Can never get used to that. Holy crap! もう一個、もう一個だけ。Oh my god, that is so scary. But I think that loosened it a bit. Very, very smooth. 生きてます。大丈夫です。She'll align your neck while she does it too. Snap, but it's aligned. はい、じゃあ起き上がって。どうですか？呼吸しやすくなってません？ちょっとこう息が吸いやすいっていう。はい。ここがかなり伸びたような感じがします。じゃあちょっと立ちます。ちょっと動きやすくなった。立ちます。こちら。もともとね、そんなにあれだけど、でもさっき背中ここしっかり押したけど、今はしなくてもまっすぐいい状態で立てて、本当だ、肩の位置もしっかり後ろに引
けています。 Oh my gosh! It feels really loose now. Wow! It does feel noticeably looser. Does my back look straighter? My shoulders? おー、いいですね。いいですか？変わるんですね。わー、こう自分でいろいろストレッチとか体のしないと、しないとまた戻ります。そっか、矯正を、まあ、定期的にしていくことによって筋肉がこう覚えていくので、そしたら定着していきます。あとストレッチ、あーボールを肩甲骨と肩甲骨の間で挟んでるような感じで、へー、そうそうそう、なるほど、やったー、I'm gonna do this. But it feels so much better. Not sponsored by Stretchable. No. Not sponsored. あ、最後に、でもこれもやってみたかった。I wanna see if I can touch this side. I cannot touch. That might be a mess. Oh! I'm touching my finger. すごい。Before I couldn't even find my hand. It was like, I know it's close, but like, where is it? Now I can touch it. すごい。とりあえず最後、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よかった、ストレッチください。ストレッチします。はい、ありがとうございました。本当にすごい。 Thanks for watching.